はい。で、安定しんどたつみのゴミラジオ、始まりました。僕はヨナタはしんどたつです。ということで、今回は、えー、コメント返しのその2です。続きですね。えー、早速行ってみましょう。えー、副キャプテン吉村さん、えー、芸人としての最高月収はいくらですかと。あのね、僕ね、まだね、まだねとか言え最近特になんだけど、お笑いファンとしてのね、 あの「方が最近高くなってきたんですよあのザ・ w 見に行ったりとか大阪の1回戦見に行ったりとかしてたりとかするんですよね。まあ去年はちょっとコロナの影響でねあの準決勝からしか見に行けなくて本当はもっと早く見に行きたかったんですけど一応事務局に電話したらあの担当者が帰ってくるまでちょっと待ってくださいって言ったまあ、まあ担当者は二度と帰ってこなかったんでちょっと見に行けなかったんですけども。 まあ、それこそね、つい、この前のね、R1 グランプリの1月25日の2回戦もね、あの、もう、オペレーターで行ったんですよ。古谷稲彩さんと村瀬さんのオペレーターをやったんですよ。だからね、あの、あんまり芸人としてのね、あの、自覚がないんで、もう、なんだろうね。ないですね、だから。芸人じゃないですよ。だから芸人としての最高月収っていうのが存在しないっすね。っていうことで続きまして。えー、熊さん。えー、 一度事件性のある良くないことをしてしまい引退してしまった芸人さんが作家など裏方で働いてると聞いたことはありますか今でも大好きなのでもう一度ネタを見たいとは思いますがそれが難しいということも分かってます具体名などは 出せなないいいいいいと思いますすのでででそういったたた事実があるかないかだだけでも教えてき過去犯罪をしてしまって引退した芸人さんとかもいろいろいますけども、えー、作家さんとして働いてる方はちゃんと言います大手プロダクションの作家として活動してる方もいますし、えー、裁判座汰になってほぼ引退状態になってる芸人さんも改めて復活して芸人としてやってる方もいます だからやっぱりこういうご時世ですよね。でね、あんまり目立った活動の仕方はできていないんですよ。プレイヤーの方はね。でも、芸人になって目立ってな、なんぼなのに、細々とやらなければいけないっていうのがちょっとよくわかんない。もうそこはもうド派手にやってっちゃえばいいんじゃないか。もう反省しておりますと。でももう芸人はまだ続けたいです。頑張ってやります。単独ライブやります。来てくださいとか。っていうのをちゃんと反省しながら活動してったらいいんじゃないかだって。まあ何人か知り合いでいるんですけども、 あの、ライブ活動とか、ほんと、誰も気づかれないようなところでネタをやったりとかしてる方いますね。そうなってくると、芸人はいかに目立つか、いかにね、いろんな人に知ってもらうかっていう職業なのに、真逆に生きながらやるわけじゃないですか。それが、じゃあ、仮に今のうちは、 ちょっと派手に活動できないのでこういう形をとってますって思いながらやってる人もいると思うんですけど、じゃあどのタイミングで派手にやっていくのということになってくるじゃないですか。そうなった時に <coughs>、やっぱり最初派手にやると叩かれると思うんですよ。例えば別に犯罪をやったわけじゃないですけども、まあ例えば宮迫さんとか YouTube に進出して、まあプレイヤーとして引き続き別の YouTube というところで 頑張るってなった時にはめちゃくちゃ叩かれたじゃないですか。でも叩かれないといけないと思うんですよ。一回なんか、あの、叩かれるようなことしてしまったから。でもプレイヤーとしてやるんだといかに目立つか、その叩かれたのを乗り越えるかっていうのが大事なので、 まあ、作家のとか裏方でやってる方はもう目立つ必要がないですから、別にそのまましっとりとやったらいいと思いますけど、仕事が忙しくなろうが、別に名前を出さないでやることはできますからね。ただ表に出る人はもうがっつりやった方がいいんじゃないかなと。で、その中でちゃんと反省の気持ちも持ってやるっていう、逆ギレはしちゃダメし、しちゃダメっていうのが、ま、大事なのかなっていうもので、別に何をしようが続ける人は続けてます。うん、続けていいとも思うしね。えー、 続きまして、傍、え、城、ー、佐々木さん、ネタを作るにあたって、普段から考えや気づいたことをメモしてのメモを元に考えるのか、ネタを作ると決めたときから一から考えるのか、どっちなんでしょうか、それはね、決めてないですね。というか、決めてる人いるんですか、それ。あのネタを作るにして、一回メモしたものを、一回家に帰って。 見て、そこから作る。っていう時もあるってもいいと思うんだけど、毎回そうしますっていう人いますかね家に帰ってなんとなく思いついたから書いてみたとか、電車に乗ってなんとなく思いついたから書いてみたとか、今時間がないけどタイトルだけいいの思いついたからそれだけメモするとか、まあその都度その都度臨機応変にやったらいいんじゃないかなと思いますね。うん。で、例えば、ボケから考えるか、設定から考えるがか、どっちか、 みたいなこと聞く人、聞かれることあるんですよ。え、ネタを作るとき、ボケから考えます設定から考えますって。いや、時と場合によるんじゃないのって思うんですよね。それを聞いてどうすんの仮にじゃあ僕は毎回設定から作ってますよって言ったら、その人もじゃあ設定から作っていくっていうことって、参考にしようとしてるわけじゃない。その時って自分が作りやすい作り方がいいと思うんですよね。自分が、あ、これはなんか面白いなって思った時の、 思いつき方とそれを台本に落とし込むまでの過程をちゃんと覚えておいた方がいいと思いますよ。だからネタが思いつかないであの人は設定から作っているんだから見よう見まねで,で設定から作る。みたいなのもね、本当に始めたてでネタをまそもそもどうやって作るかわかんない人は、まあ、聞いてきたらいいとは思うんですけども、ある程度僕と喋る人って大体ある程度やってる人だったりするんですよね。その人が今更 聞いてきてどうすんのかなっていうのは思うけど、まあ単純に聞きたかっただけだったらいいかもしれないですけど、でもその人もそうじゃないですか。作りたいやり方ってのは何種類もないですかっていうのはちょっと思いますけどね。うん。だからこの聞き方ってこの一個の種類をあの固定してやり続けなければならないのかなっていう疑問を持って質問してるじゃないですか。それは違って自分はネタ作り どうやったら一番作りやすいのかなと、自分と相談して考えた方がいいんじゃないですか。だって、例えばボケから考える、設定から考えるっていうのは2択があったとしても、別に2択じゃなくていいんですよ。3択目からあってもいいと思うんですよ。例えば、じゃあ4000投資の後藤さんが、芸人のネタを見たら、あの自分のネタが思いつくっていうのは、これ3択目になると思うんですよね。だから作るときに、保管する芸人のネタを見る。で、設定。 あのやり方を見てあこことかぶんないように自分たちはこういうやり方でやろうって考えてかぶらないように設定だけもらって例えば天使と悪魔だったせん天使と悪魔でやるとかやってると思うんですよねだからちょっと若干メタ要素が乗りがちなのは、えー、四千頭身後藤さんは一回人のネタを見てるからそれが不倫になってネタを作るからちょっとそこの部分をメタに無意識的にしちゃうもう一個乗ってるんですよねノーマルの設定から作るんだったらより ノーマルの設定とネタ作って、それを栗にネタを作るっていう感じなので、どうしても一個枠が外れてしまうっていう形が多いから、四千頭としてはちょっと部分的にメタが入りやすいんじゃないのかなって思いますし。だからこのように、その人その人に応じて、生活環境、お笑いの吸収の仕方によって、あの、勉強する場が違うと思うんですよ。僕はお笑いは見ないですけど、小説とか漫画を参考にしてやってみます。ただ、その時はじゃあ漫画見終わった後に作ればいいんじゃないですか 思いつくのならば小説を見終わった後に作ればいいんじゃないですかとか僕はなんか思いつきで書きますってことはじゃあ思いつく環境ってどういう時っていうのを考えて外を散歩してる時ってなるんだったらじゃあそろそろネタ作りたいからちょっとこう今日はどこからどこまで散歩しようみたいのをやってそのルーティンで当てはめて作っていったらいいと思うのでどうやって作るかとか どっちにしてますかっていう選択肢自体が普通はね、ネタ作りにはないと思いますね。え続きまして、え小鳥ゆうたかさん。えー、中野440が亡くなってこれからしゃしゃしゃべるどこでやる予定ですかって、あのね、中野440スタジオっていうキャパ30ぐらいのとこでね、毎週のようにね、トークライブやってたんですよ。え1時間投稿、1日3本ずつぐらい。 いいいろんな人と喋りたいからっていうので,でそこの中野440スタジオがあのコロナで潰れてしまってもう今空き家になって、まあ、別のお笑いライブ以外の会社が入ってんじゃないかとは思うんですけどねだそこがちょっと僕もねあのライブ主催はどうしようかなってまだそこまで本腰入れて動いてないんで全然考えてないんですよ。 で、まあ、なんとだし思ってんのは、こういう時期でもやっぱ劇場がピンチじゃないですか。だからいろんなとこクラウドファンディングしてそこで集まったりとか、集まんなかったら潰れてったりとかしてると思うので、この時期にあった劇場がおそらくできると思うんですね、今後。要するに配信状況をすごい整えていると。それで、あのー、広さはそんなに広くない。無観客でもできやすい。でもお客さんもちょっと入れることもできるっていう、その中間の劇場がおそらく今後できて、それが、 でき始めの時に、オープン価格になると思うんですよ。まだどんなもんかわからないから。で、そのオープン価格に乗っかって、そこのオーナーと仲良くなって、そこのオープン価格のまま、あの、ずっと借りさせてもらえませんかっていう交渉をして、そこでやると思います。それの交渉に応じてくれたところかなっていう。なので、今んところどこでやるっていうのじゃなくて、これからできるとこかなっていうイメージは持ってますね。えー、アキキさん。 えー、新藤さんは初めて作ったネタ覚えてますかまた今でもそれは面白いと思いますかというので初めて作ったネタがねあのー、コンビ組んだばかりの時出てた劇場だと思うので蒲田にある、あのー、音楽とお笑いのコラボのライブってのがあったんですよノルマ4000円払って4分ネタ1本やって1時間ぐらい交通時間使って帰るっていうね大変なライブがあったんですけども <laughs> そこでお客さんもね、えー、毎回キャバクラ場出演者のキャバのい,いつも行っているキャバクラのキャバクラ場が1人来たとか2人来た3人来たみたいなとこでやるんですよで合間でお笑いがどんぐらい3組やってバンドの人が何10分ぐらいやってまたお笑いが3組やってみたいな交互にやってたのねでその時にあの、まあ、平井ファロー光と弟子でやってちょっと試しにやってみようかって思って組んでって でそうなった場合どうしたらいいかってお客さんがいないから演者の方が多いのよだから演者もお客さんも何だったらあのバーにいるスタッフも笑わせないといけないっていう形がやっぱいるのよその時に、まあ、このヘライ・ファロー光ると組んだらまあそれができるんじゃないかなっていうのと、まあ、まあ組んでみたいっていう興味もあったんでやったら、まあ、初舞台が結構受けたんだよただそれ何のネタやってたかっていうとね ちょっと覚えてないんだよね。あのね、とりあえず、ピンネタやってるときにね、新境地っていう言葉を使ってたのよね。それを確認してたかどうか知らないよ。それだけが残ってて、確か漫才でも新境地って言葉を使ってもらったのよ。ネタの冒頭で。そっから本題に入っていったと思うんだよね。でもね、何やったか覚えてないです。ただ、あの、びっくりするぐらい受けましたね。 で初舞台であの、まあ、知り合いの芸人ともいえどもそんだけ笑って一番受け,受けたと思いますしでそこで手応え感じでやっぱりその慰めの受け方というかちゃんと受けてくれたような感じもしたのであの何のネタやったか覚えていないですけども今でもそれは面白いと思いますっていうちょっと不思議な日本語になっちゃいますけどね。 え続きまして5 5 5ん、えー、バカよあなたは」まだサンミュージックの預かり所属なのですか、えー、またサンミュージックの良さって何ですか過去個人的にはブッチャーさん清和さんが牛耳ってるイメージがある事務所なのであまりサンミュージックにい,い印象を抱いてないですか今年って嫌いなの清和さんとブッチャーさん <laughs> うんまあどっちかって言ったらブッチャーさんよりあのブッチャーブラザーズっていうあの、ね、芸人のコンビの方がね結構裏方も やっっててくださっているんですよでそのリッキーさんっていう相方の人の方があの権力が高いのでブッチャーさんというより,うより牛自っのはリッキーさんじゃないでもリッキーさん本当に権力がある分、まあ、の前に出てこないんですよだから絡むこともないし僕しゃべったことほぼないですでも実際に喋るのはブッチャーさんが多いけどあの立場的にはブッチャーさんがちょっと下だと思うんですよねで清和さんもあの m 1グランプリも芸歴ーニの清和さん,なんですねエルシャラ・カーニというコンビ組んでるんですけど もうザ・マンザ2回決勝行ってるし、そこは面白いコンビなんですよ。で、ストイックらしいネタもいまだに新ネタ作っていると。でも、賞レースとか、あの、もう15年過ぎてるので、もう参加できないから、別の分野、ネタ見せをしたりとか、あの、裏方っぽいこと、審査員をやったりとか、なんだったら、K プロさんとね、K プロのイベントの審査員、 あと、ケーブルの事務所のネタ見せ、あとサンミュージックの若,若手のネタを見たりとかしてくださってるの。まあ実力あるから、もう全然的を得たことは言うんだろうなって思う。ので、別にまあ嫌いな人もいて全然いいし、まあ好きな人もいいんじゃないですか、でも。でもそこまでね、最近絡んでないからね、特に何言ってのはないんだけど、サンミュージックの良さ。えー、っとね、あのー、僕ね、サンミュージックの前にオフィス来たのにいたんですよ。 で、オフィス来たのって何が魅力かって、あのー、芸人が後輩に対して、すごく、あのー、家族感を持ってくれる。まあ、一番上のたけしさんがそうだったのね、たけし軍団のことをほぼ家族と思ってた。だから、その、それが、まあ、続いてるというか、伝達されてって、まあ、僕のらの一個上のネタ見せをしてくれた、牧田スポーツさん、えー、米粒社協、ホロッコさんとか、えー、 薬密輸さんとか、あとマネージャーさんが見てたんだけど、そこら辺がなんか家族感的なのがあるのと、ある程度あの迷惑かけても怒られるけど許してもらえる。そこに対してはなんか、なんだろうね、家族的な愛を感じるっていうところと、あと結構自由が利く。そんなに営業とか、 オーディションとかいっぱいあるわけではないけどその分自分で探して自分で仕事につなげようよっていう泥臭さがあるのと同時に自立心が養われるのよねその分だから何やってもそんな怒られないとで今サンミュージックは本当自由にやってるだからその何やっても自由っていうところは同じなのでやりやすいかなあの別に期待もしないんですよサンミュージックに売ってほしいとか あのオーディションどんどん投げてくれとか営業まあ営業入ったら入ったでねでサンミュージックは営業とドラマがドラマ部分っていうのがあってちょっと強いらしいんですよ。 だからサンミュージック入ってちょっとした時は営業何個か行かしてもらったし今は全然行ってないけどドラマも出してもらったんだよねそれはやっぱりオフィス来た時ではなかったのでドラマと営業が強くてそこにお眼鏡にかなったら多分サンミュージックだからもらえる仕事っていうのはあるだろうしサンミュージックじゃなければドラマに出れてない芸人は結構いると思うんだよねそれかつまあうちらは芸歴が長いので一切監視されてないので自由にやらせてもらってるっていうのはいいところかな 家族間とか、あの、人付き合いがないので、あの、先輩が家族のようにあるみたいのは一切ないですけどね。そこ以外は、あ、割と近いので、うん、あんま気にせずやれるところかな。うん、っていうところですかね。えー、555さん。神道さんが芸人人生で最もお世話になった先輩芸人は誰ですかこれむずいのよね。 先輩か、たまに聞かれんだよな。あのね、先輩付き合いを結構してなくて、ちょっとして、最近させてもらってるってことも方で言ったら、本当に米粒借境、サンキュー達夫さんが年末にちょっとイベントをやってくれて、おっきめのイベントやってくれて、それもあの僕と結構、マンに近いぐらいの状態。まあゲストも呼んだけど。 やらせてもらったりとかライブを読んだり出てくれたりとかまあ折島一平さん折島一平さんでえー T シャツラブサミットとかイベント呼んでくれたりとかもするからまあそんなべったりくっついてるわけじゃないけどもともとオフィス来たの,の流れでいまだにちょっと付き合いがあるっていうこととあと営業でマキタスポーツさんが呼んでくれたりとかありましたねお世話にまあともう俺はもうお世話なんてもうプライベートだからほとんど仕事で あの一緒になるしかないのよね。だからそういうので言ったら別に俺僕ショーレース好きだから、あのショーレースめちゃくちゃ見に行ってる時に MC がハリケーンズさんだと落ち着くから、そういう意味で言ったらハリケーンズさんにお世話になってるのかなとか思いますけどね。でもそのぐらいになっちゃうな。普段誰と飲み行ってるとかないのよ。飯食い行ってたとか、別に今コロナだから行けてないとか言けどコロナの前も行けてないから、うん、そんな感じになっちゃうかな増えー、マさん、新藤さんが今まで見た漫才で一番好きなつかみは何ですか あのね今めちゃくちゃネタを見るから山ほどあるんでちょっと時代を遡らせてもらうわお笑い始めてちょっとしたぐらいの時にまずつかみで衝撃受けたのはえー、っとね増田岡田さんの m 1グランプリのつかみのどうも松竹芸能の増田岡田ですこれかなと思うんだよな NSC 卒業したてぐらい、東京 NSC7 期生なんですけど、それを卒業したてぐらいで、あのルミネー吉本ができて、m 1グランプリっていうのが急に始まったわけですよ。で、その時に出てた増田岡田さんが、やっぱり吉本一色になるんじゃないかと、どうせ吉本が優勝するんじゃないか。まあ、結果的にあの えー、一回目は中川章さんが優勝してね、他事務所からしたら、ほら、やっぱり中川章さんどうせ決まってたんだよとか言われるぐらい、どうせ吉本だろ、吉本だろう、吉本の大ライブでしょ、その演出で他事務所使われてるだけでしょみたいな、勘ぐりがすごいあった中で、増田岡田さんはちゃんと決勝に行き、しかもそういう空気の振りがある中で、どうも、松竹芸能の増田岡田ですって、お気に入ったのよ それを、ルミネ座吉本とかの準決勝でやるから、面白いよね。さ、バーンって受けるわけで、なんか、面白いこの人たち、つって。なんだったら始まったら、フリフリとか言うわけじゃん。あ、いいの、そんなこと言ってね、言ってとか。で、2本目とかでさ、あの、どうも吉本興工業の増田岡田ですとかも言って、たりとか、あえてそういうところ、あの、他事務所が吉本興工業に思ってるけど、あまり言葉にしなかったところを、 ネタのつかみに織り込んできたっていうのは衝撃だったね。で、まあ結果的に2002年にね、増田岡田さん優勝するんだけど、まあ優勝するだけの人たちなのかなっていう、僕は印象を持ちましたので、まあ僕はこれかな。一番最初につかみですごいって思ったらやっぱり増田岡田さんの、うん、ども松竹芸能の増田岡田ですかな。 まあ、その2002だとね笑い飯さんが登場してるんで走って登場するっていうのもねインパクト強かったですけど走って登場するのはボーンって受けるのとはまたちょっと違ったからまあ綺麗にちゃんと受けるのはやっぱり松竹芸能増田岡田ですかなうん、えー、続きましてえー、幕町さん賞ーレースにおいて一組終わるごとに審査する形式過去点数制過去とじ 勝ち抜き形形式式全組終わってから審査する形式どれが一番いいと思いますかもしくはもし新藤さんが主催してコンテストをひか開くとしたらどういった方式かっこ参加基準審査方法審査方式などかっことじでどのように行いますかあーこれね あ審査方法でいろいろ思う人とか多分ね、お笑い好きな人いっぱいいると思うんですけど、僕ね、M1 グランプリの現状の審査方法まんまでな特に文句ないんですよね。十分決勝が面白くて毎年楽しみにしている自分がいるし、視聴率も伴ってるし、実際に面白い人たちがいっぱい出てると思うんですよね。もう準々決勝ぐらいから。だからそれはもう、 この審査方法はもう間違いないんじゃないですか m 1グランプリにおいては。で、唯一僕が権利があるとするならば、審査員の人選とかは変えるかもしれないとか、そのぐらいかな。でもあの方式はもう全然いいと思いますよ。うんえー、続きまして、高円寺の、えー、パンクスさん。えー、提案でいつもた、えー、楽しみに拝見見させていただいてますと。ありがとうございます。芸人人さんは人に笑いと 夢を与える仕事だと思います新藤さんの今までの最高月収はいくらですかちなみに僕は80万ですとあのー、お金聞く人多いんだよなやったらとで一応今回はね全員のコメントに答えるっていうことにしましたのでかぶってる質問にも別の答え方で一応答えていこうと思うんですけどもこれはちょっと面白いのがちなみに僕は80万ですがちょっと僕は面白いと思うんですよ この人、マウント取りに行こうとしてるじゃないですか。俺は80万ももらってますけどっていうのを多分言いたいと思うんですよ。おそらくですけど。僕があまりテレビで出てないので、自分の方がもらってますよ感出したいと思うんですよね。でもこれマウント取りでないんですよ。なぜなら、これ誰だかわかんないし、何の職業で 80, 80万をもらってるかわかんない。性別がわかんない。年齢がわかんない。なわけでしょ。国籍もわかんない。だから、あのー、 多分この人は最後のこれを言いたいと思うんですよ。ちなみに僕は80万です。だからもうちょっとちゃんとマウント取った方がいいんですかちゃんと80万は何で稼いだ金額で年齢、性別、名前、国籍、ね。そしてその仕事についてどのぐらいでその金額になったのか、最初からそうなのかとか。そういうのを書くと、あの、もうちょっとちゃんとマウントを取れるし、 あなたが多分その部分で評価されたいと思うんでしょう。80万も取ってる。俺ってすごいだろって。だから、そうするときに、リアクション取れないだよ。僕は80万です。んこの人は名字みたいな。80万って名字の人なのかなとも思えるし、この書き方だったら。だって、これ、ちなみに僕は80万で。ちなみに僕が月稼いでる金額は80万円ですじゃないじゃん。ちなみに僕は80万です。これは何なんだろうね。戦闘能力なのか。 何なのか分かんないからちょっと言葉足らずなのでむしろマウントを取りたいなもうちょっとね、あのー、説明をちゃんとした方がいいかなっていうことですね <coughs> 続きましてえー佐々木さんえー、今の m 1は準々決勝から準決勝に大きな壁があるイメージがあるのですが 進藤さんは準々決勝を勝ち上がるために必要なものは何だと思いますかあ,あのねまず間違えてるのが、ね、今の m 1はっていう昔から m 1は準々決勝から準決勝に大きな壁があったと思うしなんだったら m 1は1回戦から2回戦にも大きな壁があるし2回戦から3回戦も大きな壁があるし3回戦から準々決勝もしくは準決勝そして準決勝から決勝まで。 大きな壁があると「今の」っていうのがいらなかったかな「m 1はからよかったかなっていうで準々決勝から準決勝に例えば今現在の,あの昔に比べて組数が少ないですよね昔は60組ぐらい。あのー 準決勝に上がっってる時期もあったんですよあの旧 m 1グランプリで新 m 1グランプリになって今現在は多少人数変わった時にしましたけど26組が準決勝に上がってるわけですよ準決勝はだいたい110組ぐらいいくんですよ準々決勝はそっから25組上がってワイルドカードというあの1回落ちた人が動画の閲覧人数で1組上がって合計26組になるんですけども、うん まず26組しか上がれないという自覚が必要だと思うんですよ。順順は110組ぐらいですよ。ね。で、3回戦から順々だと350組くらいから110組くらい。要するに3分の1。で、さらに110組くらいから26組。3分の1以下になるというね。 ここの26分しか通らないいんだぞっていう自覚がいかにあるかたいさあの「m 1グランプリ」って何だろうこれもねこれちょっと嫌な感じに聞こえたらごめんなさいね <laughs> そんな悪気ないですよあの小劇場でいっぱいネタかけてる人いるじゃないですかですごくウケてる人いるじゃないですか そのだけでもすごいしそんだけ努力してるで巷であこの人は今年行くんじゃないかっていう人いるじゃないですかで毎年それがいろんな劇場によって多分言われてる人違うと思うんですけどもで山ほどいろんなとこに劇場出てる人はまあ共通でその人に名前出てきたりとかするんですけどその人があの26組の中に入るためのネタを作ってない時があるんですよね これ分かりづらいけど、劇場、各劇場で安定して受けるネタを作ってる人がいいんですよ。勝ち抜いてから、か元は言う4、5000組いる中が110組絞られて、その110組からさらに26組になるんだぞっていう、この絞られ方、どういうことなのかなっていうことを考えずに、ただネタをかけている でもそのネタのタイプって、おととし誰々がやってたのに似てたよね。しかもその1年前誰々が似たようなネタやってたよね。そしてその芸人さんって決勝でそのネタやってたよねみたいのが劣化版みたいのがやってる人たまにいるわけですよね。その人って劇場でどんだけうなるように受けてても鮮度がないので26位残んないですよ。一番受けてようが、基本は。なぜなら、 面白く見えないから。審査員が。いや、前、継承でこいつ上がってたのの、ちょっと手加えてやってるだけじゃんと。でも、その人が、さらに価値が上がって、今、全盛で売れてますっていうのが乗っかれば、さらに鮮度が増すんで、上がる可能性がある。自分の立場、環境と、今のネタが噛み合ってるかどうか、それが26組に入るかっていう想定の中で、そのネタを作ってますかって考えている人が、正して何組いんのかなって、 いうのが、僕は思う時があるので、ちょっとこの、わかりづらかったかもしんないですけど、非常に、この、まず、準々から準決勝に勝ち上がる理由っていうのが、非常に抽象的になりがちなので、こうやったら絶対に勝ち上がるっていうのがないので、僕が見えてる形の思う、感じ方を今、ちょっと説明させてもらいました。え続きまして、大上さん。え毎週見てるバラエティーってどんなのありますかえしくじる 先生のアベマでやってるお笑い研究部見てますか頭に見てますよ。シンさん好きそうだけど、あんまり話に出てこないので。たいえー、あとタイトルが、タイムリミットは3日です。だとちょっと見に来づらいですね。あ、動画で、ね、そのタイトルでやったあるんですよ。もともとこのコメントを募集する時のタイトル。えー、めんどくさそうで一回スルーしちゃいました。質問とか入れといた方がいいかなと思います。ありがとうございます。次回から、じゃあそうさせていただきます。えー、っと、 毎週見てるバラエティーどんなありますかってことだね要はねえっとねサマーズロンとかあちこちオードリーとか白黒アンジャッシュ特に最近の白黒アンジャッシュが好きかなあの渡部さんいなくなった後のが僕は特に好きですもともと好きだったけどねいろんな芸人さんが来るじゃないですか柴田さんとか土田さんとかえ光、ー、浦さんとか大久保さんとかであの 超ベテランで面白い人たちと小島さんが1対1で喋ったりするその空間のラジオ的な空間で映像ありのラジオ的な空間が好きなんですよ。映像でも見れるし別にこれ見てなくても情報は入ってくると。でもそんなネタみたいに敷き詰めていないからちょっと聞き逃してもついていけるみたいなので、あの腕のある人たちのトークを見るのが好きなので、まあ、ここら辺見つかな。<laughs> まあ他も見るけどね。 えー、淀川マルチネスさん部屋の掃除ちゃんとしてるうん年に2回ぐらいしてますはい続きましてえゴトスゴイさんランジャ対マジカルラブリーはてんやわんやさんにつながると思うてんやわんやさん猿回し式であると思う片方がジェスチャー動き回りもう一方は解説に回るこれってえー 弁子付きの動画みたい。これどう思う <coughs> えっとね。あの、まず、てんやわんやさんがマジカルラブリーランジャタイとそんな近くないかなーってのが思うかな。で、てんやわんやさん割と立ち話だし、ランジャタイマジカルラブリーって割と漫才コントに入るってところから、ちょっともうすでに違うと思うし、あの、猿回しって感じではないんだよね。解説ではあると思う。マジカルラブリーランジャタイっていうのは、 自分の考えをこうの世界の話をしてどんどん入っていって相手があのおどおどしながら突っ込んでいくみたいな引っ張り回されるっていう状態なのよね。てんやわんやさんって相方のハゲの人をどんどんいじっていったりとかしたり結構すんのよ。でこの猿回しこれがジタバタするのが面白いってわけじゃない。ってことは。 あの、ランジョでマジカルラブリーって、相方いじってないそんなに。いじるネタもあるよ。ちょっとで太ってるとか、あの、伊藤くんのこ、この髪型をちょっといじることあるけど、基本それをメインのネタに入れてない。で、てんやまんやはさ、あ、そこの相方いじってののメインのネタの演出に入れてるから、もうその時点でちょっと違うんだよね。<laughs> で、例えばじゃあ、ハゲだったら、 ワンワンニャンニャンさんとか、ギャロップさんがいると思うんだけどね。でも、あ、あれはあれでまたちょっと違って、あの人たちは自、主的に自虐していくのよ。自分のハゲどうですか漫才なんだよね。ハゲてる人が、ハ、ハゲてる自分を自虐していく。からまたちょっと違うてんやまんやはさ、ハゲてる人は自分は自虐しなくて、相方のふさふさの髪の毛の背の高い人にいじられ続けるっていう形だから、ちょっとまたそれ違うんですよ。うーん、<coughs> だから、いじられて、どんどん、こう、自分で喋っていじっていくっていう、無限にするっていう形の公式で言うと、大輔花子師匠が割と近いのかなとは、思いますね。ランジャタイマジカルラブリーというよりも。で、あのー、テンヤヤワさんは、あのー、前職、あのー、お笑いでプロになる前は、公務員なんですよ、二人とも。だから、その分だけ切り取ると、 あの、シンクロニシティじゃないですか。シンクロニシティ、現在、二人とも公務員だから、そこだけ言うとね。芸風も、ちょっと近いか。あの、まあちょっとランジャタイマジカルラブリー寄りだしね。あの、吉岡さんが自分の考えを、こう、どんどん言っていって、ちょっと引っ張り回される。でも、天山屋さんは違う。見た目いじりをそんなしないし、漫才コントと立ち喋りっていうのも、結構共通点がない。ただ、その、 ツッコミ側が解説に回りっていう部分のみだからちょっとつな、えー、がると思うっていうのにちょっと力技すぎるかなと思いました <coughs> えー、っと <coughs> MM さん芸人さんの言う漫才がうまいの意味が素人にはいまいち分かりません喋りが達者だけれど面白くない人はうまいと言えるのか、えー、などなど解説してほしいです えっとね、うまいっていう。わかんない。他の人がどう思うのか、わかんないけど。ああ、これむずいなーこれ人によっては多分違うと思うのよ。芸歴短い人のうまいってうまくないんだよね、大体芸歴短い人が集まってエントリーライブとか主催ライブとかして、あいつうまいよねって時に、他の人より技術が長けてたりするだけだったりするんだよね。でも全国区で言うと、ただ、 小なななだけででそんな上手くないですよ器用にこなすだけでそんなにキャラクターもなくてあのオリジナリティもない人でそつなくこなす人でもフリーライブの芸歴3年目ぐらいの中に行くとちょっと1個ランク上に見えてあの見応えがあったりするのそうするとうまいって言うけどそれは漫才の中の上手さで言ったらそれは上手くないのよオリジナリティがなくてあのできる感がちょっと見えたりすると そこに対して鼻についたりとか、本来の話してる内容より技術に目に行っちゃうから、それは上手くない。技術にあまり目が行くものっていうのは、俺はあまり上手いと思わないです。なので、うえ僕が言う上手いっていうのは、笑うポイントが不自然でないってことかな。<laughs> 突っ込んだり、ボケたりして、それが笑うポイント。人によって違うじゃないですか。ボケっぱなしで受けたりえ、突っ込んで受けたりとかするときに、 綺麗に突っ込んだりとかして、そこに対して笑いやすいっていう環境がいかにあるかっていうのがうまさですかね。それが技術だと思うんですよ。すごく上手にやって、技術ばかりが先行して、ボケより漫才うまいよねってなっちゃうと、それは実質うまくないのよ。漫才っていうのはもともと笑わすために存在するものなのに、漫才の掛け合い、喋りがうまい、 でも、その本題が、ちょっと入ってきづらいと。技術が先に出る。技術が先に出ると、話す内容に説得力がなくなるんだよね。俺ら漫才師ですぜ、みたいのが先に出る。漫才師かどうかなんて見えなくていいのよ。その場で二人で喋ってるものが面白くいかに見えるものがうまい技術だと思うので、下手でもいいのよ。ネタが飛んでもいいのよ。ただこの人ら、並んで喋ってんの面白いな。 無意識に思ったとき、そこにはうまさが存在してると思うね。一般的な芸人がうまいに、ね、あの人たちって刺すときって、技術が優れてることが多かったりするんだよ。例えば NSC の出席ぐらいの人がうまい人なんだよ、大体。技術がある。それは1年以下の、ね、芸歴1年ぐらいしかやってない、え、養成所1年ぐらいしか通ってない人は、まずみんな技術がないと。その中で、他でて、おそらく、 元プロとかでネタかけてたりとかして技術があると上手い。その流暢に喋れる。噛まずに喋れる。ネタの運びが綺麗とか、ネタの無駄なセリフが省略されてるとかで、ポン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 行くと他より見応えが増して上手いってなりやすいけど、それって上手くないのよ。技術が先行して、ただそこの技術が先行してるっていうことに気づけない、 空間にいるから上手いって言われるのであって、本当に面白いと人たちの中に行くと、その人たち埋まるのよ。なぜなら、そういう、キャリアのレベルの人って山ほどいるから。ただ、1年目、2年目、3年目の空間だと、日が出るのよ。だけど、全体で行くと、そこまで上手くない。なぜなら、技術先行。技術はいらない。でも、技術はいるのよ。見える技術はいらないけど、 面白さにつながる技術がいる。だから、髪長いってネタが飛んだりして、結果的にそのネタがすごく面白く見えた場合、それは技術だったりとかするんだよ。例えば、三四郎小宮さんの平場で、ボケが受けない時に、後半、声をあえて小さく出すっていう技持ってんの実はね。何々って、あの人は、あの、瞬発力早いから、あ、これ言い出したものの、このボケ受けないなってなった時に、 ボケの種類変えるんだよ。その時に後半声小さくするって技使うと、お前そもそも何言ってるか分かんないよっていうことになるので、本来伝えたいボケとはまた違う笑いのポイントになるわけね。そしたらそこで受けるわけで。でも見てる人からしたら、喋りがまず聞き取れてないっていう下手さで笑ってんだよ。でもそこは小宮くんの戦略だから、これが上手いって。 いう技術だと思うだけど、世間の3年目って、ハキハキ言って、ボケがお気に行ったりするものを見たときに、それで、あの、若い女の子とかバッて受けたら、ああ、うまいな、ってそれ、上手くないの。それって、プロである程度のレベルに行ったら、ほぼ全員ができることだから、それは最低限の武器であって、その武器を、 芸歴短い人たちの中だと持ってる人いないから目立つので上手いということを言われて錯覚が起きてるだけなのであって実質僕はそれを上手いって言わない。それ最低限のもの。当たり前。で、今度はその嫌味技術っていうのをどうやって隠してネタをどうやって面白く見せて強調させるかっていうのを特化することを考えずにずっとそれでやっていく人っているじゃん、たまに。そういう人たちは非常に上手くないな。 って思います MC できるかの人とかいるじゃん。問い立てて、あの、回すの上手くないし、気づかないこと多いし、笑わせるのもそんなに頻度がないくせに、あの、進行だけ堂々とやる人っているじゃん。あの人たち見ると、あの、無名の芸人とかの中で分かって、そういう人って、あの、実力変われてないから、ちっちゃいライブとかに MC で呼ばれて、そこで偉そうにするってい縮図が結構できて、芸歴短い人の中では上手いって言われるんだよ。 でもその人たちは下手なのよ。なぜなら、あの、できる感っていうことを、技術を見せようとしてる。技術で自分を納得させようとしてる。そんなのいらないと。まず司会の人が出てきて、いかにお客さんが柔軟に笑いやすい空気になるか。そして、自然芸人の方が、いかにボケやすい、笑いを取りやすい空間を作るっていうのが MC のうまさだ、うまさじゃない。だけど、地下芸人に出てる MC の人、技術ある人って、強さ出してくるんだよ。 ちょっと怖かったりするじゃん。あれって下手なのよ。なぜなら、喋りづらくなるじゃん。何々さんみたいなこ、こんなにしちゃうと、こっちが自由にできなくなる。その自由度を奪って、自分上手いでしょっていうのを出すから、この空間はすごく下手なのよ。っていうのが、僕は思いますね。伝ったかなうん。えー、続きまして。プリプリ丸おけつさん。えー M1 歴代で一番の神回はやっぱり2019年ですかね。これミルクボーイさんの優勝の年だよね。まあ、えー、過去最高得点ですよね、確か。なのでそうじゃないですか。これ難しいよね。あのー、僕はここが高こ校うこ,うこういう理由で一番好きなんですけど、とかいうね、議論ではなく、普通に一般的に神会で言ったらやっぱり2019じゃないですかって、なぜなら点でちゃんと現れてて。 これ、それが過去最高って言われてんだから、もう、その時点で、その回は神回だと思いますよ。え続きまして、水蓮さん。えー、神藤さんこんばんは。はい、こんばんは。えー、おいでやす小田さんの YouTube チャンネル、おいでやす小田のドストレートチャンネルに、佐久間一幸さんがゲストで出ていて、R1 グランプリはどうしたら盛り上がるかという質問に答えてらっしゃったのですが、その中で、 ネタ時間が3分なら逃げきれるでも4分以上は逃げきれない、えー、た大会のネタ時間の規定を戻して4分にした方が本業ピン芸人でじっくりネタをやるタイプの人寄りになるのではないかというような話をされてましたが新藤さんは R−1 グランプリの決勝のネタ時間を4分に戻した方が盛り上がったりよりピン芸人さんのためになると思いますがご意見をお,お伺いします。おいでや ゲスト佐久間先生あこういう URL も載せてくれてますありがとうございますあのねあのー、これはやっぱりずっとお笑いファンの中で議論になってると思うんですよねこれでまあ、何分にした方がいいとかどうしたら勝ち上がるっていうところに注目されるんですけどこれ違うと思うんですよそもそも準決勝で勝ち上がってした人が決勝ではまんない っていうことじゃないですか。じゃあ、決勝の演出が悪いのかどうかっていうのもあるんですけど、今のところ多分同じやり方でやっていくとは思うので、まあそれは現状変わらないと。ってなった時に、これは今何が起きてるかって考えた時に、これは準決勝で繰り上がった人が決勝で入るっていうのを想定できてないってことなんですよね。準決勝で上がった人たちが。 そうでしょなぜなら毎回あんだけ面白かったと思う人が決勝で生えない。ってことは、決勝の受け方が想定できないってことじゃないですか。震災とて。っていうことは、これは数打った方がいいんじゃないですかね。だからハマんない人が5組、8組、4組やったって、ハマんないわけですよ。なぜなら、誰がハマるか分かんないから。だったら僕は、逆ですね。 あのー、水スイレン3分を4分にした方がいいじゃないですかって言ってるじゃないですか。僕は3分を2分にして、決勝を20組にした方がいいと思うんですよ。数打てば、当たる確率上がるじゃないですか。それで、想定できないけど、数上がった中で、どれかはハマるってなった方が、これ想定外ならば、決勝がどうなるかわかんないなら、その分、組数を多めに上げて、その分の時間尺ちょっと短めでも多めに出すっていう、今までの、 小レースって、なぜか10組っていう規定みたいなのあるじゃん。あのー、なぜか。いや、なぜそこに縛られんのそもそも、R1 グランプリ決勝でハマる人が少ないのならば、ハマる人を作るためにどうしたらいいかっていう理屈で考えたら、ちょっとでもハマる人の確率を上げるっていう、人数を増やすっていうのが一番わかりやすいのかなって思うんですよ。で、ここ近年で、やっぱり、ネタ番組で視聴率取れてたものって、 エンタの神様とレッドカーペットだったりするんだよね。レッドカーペットってショートネタ1分半ぐらいじゃないですか。エンタの神様って東京03 3こそ5分ぐらいやってるけど、短い人は40秒とか30秒の人もいるんですよ。だから意外とショートネタはやっぱり一般の人に突き刺さりやすい。そして一般の人が R1 グランプリしないんだったら突き刺さるぐらい量産、レッドカーペット方式ぐらいにして、 一分半、二分ぐらいのをたくさん見せると。そして、おのおのった人とか、いたらそれで語っていったりとか、偶然にバーンって跳ねる人もいる可能性が上がるってんだったら、僕は、組数増やしてネタ時間短めにするっていうやり方かな。あのね、芸人側で考えすぎているかな。いかに長いネタが、あの、面白いんじゃないか。それは、芸人側の立場すぎるんですよね。まず、R1 グランプリが、 誰も知らないと一般に届いてないんだったら届くようにするにはどうしたらいいか。ハマる芸人を出すしかない。じゃあそのハマる芸人がどういう芸人か、それはわからない。じゃあ多めに出す。っていうのが一番いいんじゃないですかうん。えー、続きまして。ニューネームさん。えバカよあなたはのコンビの平場トーク、強化プラン。聞くも無残なラジオショー。っていうのを やったらどうかってことなのかなっていう投げっぱですね。プランが、この人はありますってことなのかなああ、ありますね。うん、じゃ次に聞きましょう。えー、あのね、質問になってない人がね、時々いますけど、一応全部コメント返すというね、目標でやってます、ね、返しますけど。<laughs> ありがとうございますと。えー、533、タカさん。 質問なのですが、自分はダウンタウンの笑い、過去ゴッツのコントやガキツカの笑ってはいけないシリーズなど過去とつが昔からちょっと苦手なんですが、それは変なことでしょうか過去、両親がゴッツが嫌いだったのもあり、幼少期の頃から彼らに馴染みがあまりないため、過去と時、ダウンタウンがすごい嫌いというわけでは決してないんですが、あとダウンタウン好きによくある彼らが。 神でそれ以外は認めない彼らの笑いをわからない人は笑いを分かってないみたいな物言いの人たちが嫌いです」。もしかしたら他の芸人さんにもこういったファンは一定層いるかもしれませんがちなみに自分は幼少期は志村けんの「大丈夫だ」や「雲南のやるやら」「トンネルズ」の皆さんのコントが好きで最近ではストレッチーズの漫才や「エレキテル連合」のコントが好きですと。 <laughs> えーってことなんですが、うん、嫌いです。いいんじゃないですかお笑いなんてん、好みもあるからね。服だってそうでしょ好きな服もあれば嫌いな服もあるし、着たい服はまった着たくない服もあるし、似合ってるけど着たくない服もあったら、似合ってる着たい服もあるだろうし、似合ってるものは着たいっていう人もいたりとか、関西人それぞれだし、 悪の強いものって嫌われるのは自然だと思うんですよ。ダウンタウンさんって悪強いじゃないですか。だから、あの、今、国民が慣れすぎて、みんなが好きになってるけど、本当は嫌われる側のヒールなキャラクターだから、きあの、免疫ない人は嫌うって方が僕は自然だと思うんですよ。ウッチャンナンチャンさんとかの方が平和だから、僕も最初はウッチャンナンチャンさんから入って、後にあの免疫できてきたらダウンタウンさんが好きになるというかんた形だったので、これは両親が見てなかったので、 馴染みがなかったら、やっぱり、好きにならないんじゃないですかね。で、自分らの見てたのが面白かった。それ,それ見てるからね。理解したものが、より、面白さが分かるじゃないですか。なぜそう、それが面白いから、たくさん見てるから、理解するじゃないですか。で、分かんないものって理解しないんで、つまらないじゃないですか。なぜなら、面白さが分からないから。だから、普段見てるものが、ね、志村んの大丈夫だとか、うっちゃなんちゃとんねるとかなんだから、 いいんじゃないですかね。うん。まあ、彼らが神でそれ以外認めないっていうのはね、ちょっと、器が狭いファンですけどね。ダウンタウンも好きで、とか、ストレッチーズも好きで、とか、そういう人がいいよね、本当はね。うん。なんで別に間違った考えじゃないと思いますよ。えーっと、えー、ワハニハニさん。 新藤さんは数多くあるショーレースの中でどの審査方法が最適だと思いますが余談ですがキングオブコントの審査方法を選抜セミファイナリスト50人かっこ10点満点過去コ時今まで通り5人の審査員かっこ100点満点過去コ時の合計1000点満点で審査してみてほしいと思いますとこれなら芸人 B 期もあまりなく キンングオブコントががより盛り盛上がってくれると思いますあと、男の笑い声が好きなので、ああ、僕も男の笑い声は好きっすけどね、うん、個人的にはあの、ね。芸人が客席にいるとマニアックなりやすいんですよ、それはもう答えが出てて、やっぱオール雑漫才が全国にならないのは、あれ、半分芸人が座ってるからってのは絶対あると思うんですよね。だからその分、マニアックなものが。 ややりやすいその分芸人突き刺さりやすい演者が見てて面白いっていうものが繰り広げられていく,いく分一般的な普通のイッテ Q とか見てる人はえこれ何が面白いのとか思ったり多分するわけじゃないですかなので半分がもう芸人の時点でもうマニアックになりすぎなんですよだから一般のお客さんがどういった人たちを入れるかっていうところでちょっとこだわった方がいいのかなとは思いますけどねうんで やっぱりキングオブコントもさ、あの客席に100人の芸人が座ってる時と座ってない時があってさ、100えー、キングオブコントで一番視聴率多かった回っていうのが、あの客席に芸人が座ってた回なんですよね。それがシソンヌさんで優勝の回なんですけど。だから、数字でも如実に現れてるんですよね。 芸人審査が多いと、客席に芸人が多いと、笑い声とかは気持ちいいけど、ちょっとマニアックになりすぎるために、一般の視聴者層が離れていくっていうのがあるから、これだと、あの、この人の、ワハニハニさんは、多分、キングオブコントの芸人秘あと、オールザッツとか、そういうのが多分好きだと思うんですよ。マニアックなものが好きなので、そういった番組を、 楽しめばいいのであってそれをあんまり国民に届けようとするのは考えなくていいのかなって思いますけどね。<laughs> えっと、えー、続きまして、えー「歴史大好きさん、えー、お笑いルポライターと対決みたいです」というのね一回あのから呼んだんですよねあの「トークライブしましょう」みたいな。 いいろろ芸人さんにしのごの言ってるからそれをどんどん詰めていこうかと思ったら向こうに「得がないです」っていうねメールが来て「得がないのやめときます」とそんなこと言うんだったらルポライターに絡んでいる人もしくはルポライターの名前を出している人みんな得がないですよっていうのは言いたいけどねなんでこっち全く得がないのにあの自分だけおいしい思いをして自分が得がないと思ったら避ける じゃあ、そもそも関わってくるなよっていうのは、あの、正論であると思うんですけどね。<laughs> ということです。だから、あの、対決は見れないんじゃないですかえー、モンさん、メンタルが弱っている時などに起きたじょ失態などを、それに笑いに変換する術、コツなどがありましたらお聞きしたいです。えっとね、メンタルが弱っている時は、あのー、自虐するとね、より落ち込むと思うんですよ。だってメンタル弱ってるから。 メンタルが弱ってない時に自虐はするもんなんですよ。そこいじんないよとか言えんのはメンタルが大丈夫な時。だからメンタルの弱ってる時にはたくさん寝ていつもよりちょっといいものを食べたりした方がいいと思いますよ。だからそこでそれを笑いに変えようって、笑いに変えるってそもそも余裕がないとできないもんなんですよ。例えば離婚した直後とか、振られた直後とかって笑いにしづらいんですよ。気持ちに余裕がないもの。 で、あと見る側も気持ちに余裕がないと笑えないじゃないですか。ついさっき親死んだのに笑いライブ見に行かないでしょ。多分笑えないと思うんですよね。で、不幸な直後に笑いにするって非常に難しい。で、だからメンタルが弱っているときは、あの、落ち着くまで、あの、寝たりとか、ご飯食べたりとかしといた方がいいと思います。えー、レグモンさん。忍という言葉を、 芸人さんやお笑いファンからよく耳にしますが定義が人によってバラバラな気がします過去特にファン側と進藤さんが思う人の定義を聞きたいですとえーっとね僕は経験かな人人生の経験がある人は人が出やすいのかなある程度年ってっ人かなあの年いってると あの、見栄とか、プライドとか、どんどんなくなってくるんですよね。だから、いつも通りの自分でいいや、めんどくさいし、って思うのよ。例えばもう、このね、何の協調性もない T シャツ。髪型ももう、そのまま。だけど、これを、こう、いろいろ髪型やったりとか、おしゃれな格好するより、逆にちょっと人間が出てると思いませんかこのめんどくさがったり、経験にもづとく、もうこれでいいや、 別にこれでも大丈夫だっていう経験が人になるんじゃないかなって思うんですよね。でやっぱ年を取れ,れば取るほど面白に変化しやすいのでただ歩いてくるだけで面白いじゃないですか。センターマイクまでね15歳の人が歩いてくるのと95歳の人が歩いてくるこれどっちが面白いですかっていうのがもう明確な答えでもう人が出てるじゃないですか。 こう、よぼよぼ歩きながら、ああ、いろんな人生歩んできたなとか、つまずいて、ああ、つまずいてる大丈夫かなとか。いろいろ、その人の動きに注目してしまうんだよ。すごく注目してしまう。人に興味を持ってしまう。でも15歳って、健康なの当たり前だし、普通にセンターマイクまでたどり着くのは当たり前じゃないですか。まず、 95歳だったらセンターマイクまでたどり着くのかなっていうので、ここのストロークですごい興味持ってめっちゃ見ちゃうから、いろんな所作を見てるんですよ。その結果、その人を知りたいっていうことと興味湧くので、人が出てるように思うっていうのもあるのかなっていうところはあるかなうん。で、やっぱりね、若い人はね、自分で短所を隠しがちだから、人が出ないと思うんですよ。 嘘ついたりとか見え張ったりとかして本来の自分じゃないものを見せるじゃないですか。できる感出すのが大体若い人じゃないですか。それで本来自分にないもので、こうありたいっていうものを見せるから、結果的にその人のキャラクターになってないので、人間が見えない。その人柄が見えない。なぜなら隠してるから。だから若い人は人間が見えない。年取ってる人はそこを武器にするんだよ。もうこ,こういう人間だからもうこれ出していこう。 もうこういう、しょうがないと。これを笑ってもらおうって思えるのってある程度年いってからなのかなって思うので、それをした方が人間が出んのかなと思いますね。それが人だと思います。はい。で、レクモンさん、2つ目かな。人の質問に関連して、漫才中の漫才師のキャラクターはその人の私生活や平場の人間性と近い方が好ましいと思うかについても聞きたいです。ほうほうほう、え。ー キャラクターはそうね長く続けたいなら好ましいけどすぐ売れてネタやめてその知名度を別で生かすという戦略なら嘘で塗り固めてもいいのかなと思うんですよねうん長く漫才なら疲れんじゃないですか嘘がバレるじゃないですか有名になった人はテレビとあのライブのキャラクターが全然違うとかになっちゃうから できるだけ等身大のものを漫才やった方が末長く漫才続けていくけどもう売れるための手段にしてる人はもうんなで全部消して出たらもうネタなんかやってないみたいな顔して普通にコメンテーターやったりとかタレントとして活動するんだったらもう人はいらないんじゃないかなっていう感じかなえっと こんなもんにしとくもうちょっとできるかなもう1問ぐらい解くか、えー、A シャープ名 j 7さん千鳥のクセスゴグランプリは2人が伝わりづらいネタのツッコミどころ茶の間に分かりやすくしてくれているおかげでジャルジャルや日本の社長らが活躍できていると思います一方で千鳥を含めワイプの ゲストらにもネタ中に口挟まなくていいという意見も見られますとコアなお笑いファンが好むネタが市民権を得るのは嬉しい反面薄っぺらく消費されていく寂しさもあるのですが新藤さんはあの番組の有用性をどう考えてますかえっとコアなお笑いファンが好むネタをまずお茶の間に伝える作業はそもそも無理なんじゃないかなぜならコアなお笑いファンっていうのは散々いろんなものを見て たたどり着いいいいもののじじゃゃなななでですすかかお茶の間って見て見そこの温度差ってめちゃくちゃあるじゃないですか無理なんですよやっぱり散々見た経験のある人だから小学生に大学受験させるのと高校の進学校に行ってる人に大学受験さ,れさせるのと一緒でついていけないんですよだからそれを同じ形で共有し合うっていうのがそもそも無理なんですよ なぜあなたはお笑いファンでその癖がすごいものが好きかっていう理由は今までいろんなオーソドックスもその他のジャンルも見てきて最終的にそれも面白いって辿り着いたパターンが多いと思うんですよ。なぜならそ振り幅があるから。こういう人多いのにこんな攻めたネタもできるのか。と。こういう人たちもいるのかっていう対比があるから面白く見えると思うんですよね。 じゃあ、その、大変がない人に、これだけを求めても、やっぱきついんじゃないですか離乳食の赤ちゃんに豚足あげて、いや、俺は豚足面白い、美味しいから、なんで、俺も赤ちゃんにも、この美味しさ、伝わってほしいって言ってるようなもんで、そもそも、経験値が違うし、環境が違うから、具合悪くなるだけだと思いますよ。っていうことかなぁ。 こんなもんにしようかなということで、えー、その2は1時間ぐらいにしとこうかな。うん。その1が2時間半ぐらいやってたからね。ということで、えー、まだ続きはありますので、その続きを楽しみにしていただければと思います。えー、コメント全開しのその2でした。以上、しんドラすみのゴミラジオでした。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。